本年3月20日に、日本放送協会、NHK 派、昼のニュースでもって、STAP 細胞の問題で、万能細胞作成の決定的証拠とされた緑色に、光出す細胞について、小保方聖子元研究員が、昨年11月、STAP と判断するための、確認が十分できていなかったという内容の、証言を調査委員会にしていたことが、分かったとし、これは昨年4月の記者会見の、発言とは異なる内容であると、報じた。この報道内容は、視聴者に対し、小保方聖子元研究員があたかも、4月の会見で故意に虚偽の、事実を述べたかのような印象を、与えるものであるが、事実を正確に報道しないことによって、誤った印象を流布したものであり、許容できるものではない。また、調査委員会が言ったヒアリングは公開しないということで、実施されたにもかかわらず、NHK には内容の、詳細が伝えられて誤った印象を、与える報道に用いられるという理化学研究所の、情報管理のあり法自体も、許容できるものではない。この点については、小保方聖子元研究員は、昨年4月の会見時において、内部セルイメージングで光ってないものが、OCT4、陽性になってくる。そして、その光が理化傾向でないことも、確認しております。と述べている。理化傾向かどうか確かめる方法は、主に理化傾向を検出する赤フィルターで、傾向を確認する方法と、傾向波長を測定する方法があるが、論文投稿時においては、赤フィルターで理化傾向を検出する方法で行われており、昨年4月会見時の発言内容はこれを指すものであって、そこに何らの虚偽はない。論文執筆通り、小保方聖子元研究員は、共著者らの指導の下で、実験に従事していたが、共著者らとの相談の上で赤フィルターでの傾向確認を実施していたのである。昨年11月の調査委員会からの質問の趣旨は、傾向波長を測定する方法での確認について問うものであったが、小保方聖子元研究員は、赤フィルターでの傾向確認は言って吐いたが、傾向波長を測定する方法でも、確認をすることができれば最善だったという趣旨で、証言をしたものであって、そこには昨年4月会見内容との、齟齬はない。この点で、本年3月20日の NHK ニュースは、誤った印象を視聴者に与える内容であり、およそ公正であるべき報道機関の報道としては極めて偏向に満ちたものであって、許されるものではない。さらに、NHK は、本年3月24日には、NHK、NEWS、WEB に、小保方証言、STAP 問題の真相、と題し、調査員と小保方聖子元研究員との間の質疑内容を入手したとして、その一部なるものが、科学文化部記者の署名記事として、掲載された。同サイトに掲載された質疑内容が、実際のヒアリングにおける発言と、一致する内容か否かは、質疑調書が小保方聖子元研究員側には、交付されていないため確認できず不明ではあるが、仮にその掲載内容が、事実だと仮定しても、上記で指摘した通り、そこでの証言と4月会見で、小保方聖子元研究員が、述べた内容とは決して矛盾するものではない。そもそも、この NHK、NEWS、WEB 記事は、冒頭から、小保方批判、の、トーンで作られており、およそ公正な記事とは解し得ない。しかも、公開しないことを約束した上で、実施された調査委員会ヒアリングの内容の一部が切り取られたような形で記事にされ、外部に漏洩されるという事態は全く理解しがたいものである。実際にも、上記記事掲載の前日である3月23日、野井理事長の記者会見の最後に、坪井理事は、調査委員会が言ったヒアリングは公開しないということで、実施され、事実関係やヒアリング内容について、調査報告書に記載されている以上のことについて、耳がから言及することはできないとの趣旨の発言をしていた。にもかかわらず、その翌日に、NHK から、ヒアリング内容の詳細を入手したとしてその一部を、
引用した形で記事が掲載され、誤った印象を与える変更に、満ちた報道がなされたこと、自体、極めて異常である。このような NHK の報道姿勢並びに、理化学研究所の情報管理のあり方に、対し強く抗議をする。2015年4月6日。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。